アリアナ・ハフィントンアリアナ・ハフィントンは、ギリシャ系アメリカ人の作家であり、コラムニスト。リベラル系、ニュースサイト、ハフィントン・ポストの創設者として有名。2003年、カリフォルニア州知事選挙に独立候補者として出馬。2009年には、フォーブズ氏によるメディア界で、最も影響力のある女性の12位に選出された。 ガーディアン氏選出のメディア界のトップ100人の42位にも選出されている。ギリシャのアテネにて出生。16歳の時にイギリスに引っ越し、ケンブリッジ大学、ガートンカレッジに入学。1971年には女子学生として3人目となる、ケンブリッジユニオンソサイティのプレジデントとなった。1972年に経済学学士号を取得。 1970年代に、ハフィントンは、イギリス BBC ラジオ4の政治的な番組、何か質問は ?2、パネリストとして、しばしば出演し、政治論議をした。また、BBC のテレビ番組、コールマイ・ブラフや、フェイス・ザ・ミュージックにも出演した。アメリカでは、公共ラジオ放送である、左翼、右翼、中道を、共同司会した。2007年5月には、 エアアメリカラジオにおいて、アメリカでの7日間の共同司会を始めた。1980年代後半、ハフィントンは、ナショナルレビュー誌に記事を寄せる。1981年には、マリア・カラスの電気。1996年には、パブロ・ピカソの電気などを執筆。1996年には、コメディ・セントラルの大統領選挙についての番組に、出演。 2007年の11月17日には、レイチェル・マドーの代打として、MSNBC の番組レイチェル・マドー賞の司会を務めた。ハフィントン・ポストを開始する前には、ウェブサイト a r i a n a o n l i n e c o m や RESIGNATION.com を運営していた。2003年、ハフィントンは、独立候補者として、カリフォルニア州知事選に出馬した。 彼女が環境志向のハイブリッド車プリウスを所有しているのに対しライバル候補であったアーノルド・シュワルツェネッガーがパワフルではあるが極度に燃費が悪いハマー車を所有していることに触れハフィントンは選挙戦をハマー車対ハイブリッド車と表し環境問題に対する意識の違いを争点としようとしただがその後選挙アドバイザーの意見を受け2003年9月30日に 選挙から撤退した。ハフィントンの政治的スタンスは90年代に大きく変化する。当初は保守派政治家であるニュート・ギングリッチを支持し、1996年には共和党のボブ・ドール大統領候補を支持するなど保守寄りだったハフィントンだが徐々に左派寄りの意見を持つようになる。ハフィントン自身は現在の政治的スタンスを進歩的ポピュリストとしている。 スコフィールド、ジャック、ハフィントン・ポスト、フロム・ミリオネア、エス・ブログツー・リーディング、リベラル・ニュース・ペーパー。ガーディアン・ニュース、http://www.gardian.co.uk スラッシュテクノロジースラッシュ2008スラッシュオーガストスラッシュ25スラッシュハフィントン .post2008 年9月18日閲覧。 http://archive.is/.20120527070458/.http:/forbes.com コロンススラッシュスラッッシシュュアーカイブド w w 2009-07-14イメートルオリジナルサウンドトラックインフルエンシャルウィメン・インメディアフォーブスウーマン・パワー・ウィメン・オプラウィンフリー・スライド13 html ハット http://www. ガーディアン、CO、UK、メディア、2009、ジュール、11、アリアンナ・ハフィントン・ミディ・ガーディアン -100 から2009、ナンシースノー。シチズン・アリアンナ、ザ・ハフィントン・ポスト、AOL ・マージャー、トライアンフォア・ウォトラジェディ、ニングル・ブックス、2011。ありがとうございます。